万円会は中華人民共和国のエイズ問題に関する活動家である。1994年には北京に愛知業健康教育研究所を設立し、2010年5月に渡米するまでその所長を務めていた。万円会が広く知られるようになったのは2000年7月に王ーーキオが故郷に彼を紹介したことに由来する。万円会は LGBT の権利に関する人権活動家でもあり、2002年8月24日には、レズビアンゲイの映画の上映の視聴会に参加して、当局の追及を受けている。2006年11月6日から9日にかけては、インドネシアで開催されたジョグジャカルタ原則採択のための国際会議に出席し、その署名者の一人となった。しかしその約半月後の11月24日には、 三度目の拘束を受けた。三日後の27日には釈放されたが、その後、体制を批判する声明を出したが、中国本土での活動は控えるようになる。2008年には、北京オリンピック中を活動の停止を命じられる。その後2009年には、コッペンハーゲンで開催された第二回、ワールドアウトゲームズにも参加した。しかし2010年5月には、 愛事業研究所をはじめとする活動による妨害と拘束の危険性によりアメリカ合衆国に自己亡命を果たした。最近はツイッターでも活躍しており、かつて共に08検証に署名した2010年のノーベル平和賞受賞者のリュウ・アキラ派のオスロでの受賞式に出席する予定であった。2004年10月24日、プフ、ハット HMV、エイズ・アクティビスト・フリーズ。 China for US. ありがとうございます。